体的にはFX 次期戦闘機についての共同開発についての関心を示されたところであります。欧州及びインド太平洋地域における情勢についても意見交換を行い、特にウクライナ情勢に関し、今回のロシアによるウクライナの侵略は国際法と国連憲章の深刻な違反であるとともに、このような力による一方的な現状変更は欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがすものであり、断じて認められず、日本やイタリアをはじめとする基本的価値を共有する国々が一致団結して対応することが極めて重要であると。